おはようございます。おはようございます。始まりましたハピマニチャンネル。今日はですね、サムネとタイトルにも分かるように、本日24時間喋ってはいけない24時間を始めたいと思います。パチパチじゃないんだけどね、本当は。じゃあジェスチャーで伝える。そう、何かある時はママにジェスチャーで伝えてください。お腹空いたら声で。そう、何か言いたい時は口パクとかで、さゆちゃんだったら多分漫画とか本読んで全然喋んないってことがなんか今まであるから、全然余裕でクリアできちゃうかもしれないので、約1時間ごとぐらいにミッションをちょっと付け加えていきたいと思います。そのミッションでちょっとでもあとかおーとかなんか、そう、言葉が出ちゃったらもうそこでアウトです。その場で罰ゲームをしてもらいます。でですね、1日24時間おしゃべりできないっていうのもちょっと悲しいので、悲しいこちら準備しました。おしゃべりができるチケット5分間5回分です。いいね。でこれはもうさゆちゃんにお渡しします。ありがとうございます。なので使いたい時にそれを渡してください。はい、そう、そこでねストレスはちょっと発散できるかなと思います。いやいや、いそじゃん、もうさみたいな。ただいまお時間が朝の9時です。それではスタート。今から何をするのかな。宿題？あ、じゃあ宿題、そうだね。今テーブルの上にね、宿題を準備しているので。聞こえた。今ちょっとちょうどカメラ回してない時に、はぁはぁって言ったって。確かに。で今しのが言ったって言ったら、うんうんって言った。あの、すいません、知らせてもらってもいいですか。はい、それでは今からルーレットを回してもらいます。今回は屈伸を5回から25回やってもらいます。お、20回、よーい、スタート。バキッて言って、1 バキッ。実はさゆちゃん屈伸とかするとパキッて骨が鳴るので、それで自分で笑うんじゃないかっていう説を取ってたんですけど、もう終わったの。じゃあ引き続きどうぞ。それではここで一度休憩ということで、こちらですね、多分酸っぱいガムがさゆちゃんに行くように食べさせたいと思うので、しのさんそちらの方横に来てください。でね、酸っぱくても声を出さないということなので、ちょっと試しにやってみたいと思います。よく入ってるのが真ん中なんだよね。あ、はい、やっぱり無理なんだ。きた、さっちゃんが酸っぱいだそうです。酸っぱいが、わかった、酸っぱいが持ってきてあげられますか。どうしよう、出たい。一旦このクッキーにします。はい、ただいま11時10分になりました。今からミッションとしてある動画を見てもらいます。で、過去の動画なんですけど、まずじゃあイヤホンをしてください。で、そちらイヤホンをして見ていただくだけです、その動画を。そしてこれも、はい、いくよ。皆さんこんにちは、はずあちゃんです。イエイ、私です。今日はママとシリアで、わからない、
ではこっちやっていきますか。じゃあどうする、新しい筆箱をどうぞ。どんな感じがいい。それでは買ってきて、それでは買ってきて、それでは買ってきたものが化粧、あ化粧水と、待って、何、化粧水、あ化粧水化粧水と化粧水、お水です、お水です。これはなんと原宿のニコニコで買ってきました。イエーイ、パン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 、はいパン、それでは次皆さんこんにちは、ハピマイチャンネルです。イエイ、今日は原宿に行ってきたので、今日は原宿に行ってきた時の購入品を紹介したいと思います。こんな感じの、なんかこんな感じの洋服を持ってなかったし、なんか夏とか着た時にすっごい涼しそうだなって思って購入しました。次はズボンやスカート系になりますっていうかな、次はズボンやスカート系になります。はい、まずはこのふわふわあったか原毛かな、なんだろう、まあすごいこんな感じで伸びて、すごい後ろが原毛じゃない、原毛じゃない笑わなかったですね、笑わなかったですね、笑わなかった。次回のミッションを楽しみにしててください。ただいまお時間11時27分ぐらいかな。ねえ、ルサちゃん、うん、罰ゲームお願いします。じゃあ今回は、屈伸でパキパキあんまり音が鳴らなかったので腹筋にします。じゃん、20回です。14、あ、声が出ました。15、はい、で今声が出てしまったのでもう一度罰ゲームを引きます。5回、じゃあパキパキにします。はい、今12時20分なんですが、チケット使えますか？5分間でいいですか？はい、それでは用意スタート。いただきます。はい、どうぞ。それでは今からマリオカート8をやっていきます。さえちゃんがこれで熱くなって声を出すのが楽しみです。お、ママ、さえちゃんもらいました。やっと笑ったよ。剣を使いたい。はい、1回はじめ。イエーイ。でも本当にさっき赤コーラ当てられたから嬉しすぎて笑っちゃった。やった、これでまだまだ1レースくらいしか持たないだろうけど楽しみです。嘘、また行った。
ペタロって言って、うん、言ったふんって言ったでしょ。あとさっきゲームしてる最中にあったよね。じゃあちょっと7回はあって今8回なので8回今からルーレットを回してもらいたいと思います。はい、それでは1回目、10回、2回目は20回、はい、25回、10回、15回、25回、20回、合計130回になります。結構半分しかいってないよ。はいね。大丈夫ですか？え、上手じゃない？すごい上手に描けてるよ。じゃあそれにする。あ、喋った。はい、ただいま5時10分になりました。大丈夫ですか？足筋。あれ？今なんか足筋肉。あと2回罰ゲームが残ってるのでシノがくちゃくちゃをします。1回が20秒、なので全部で40秒一気にやりたいと思います。よーい、スタート。終了ということで、今5時半ぐらいになります。このままね、あんまり声を出さないっていうのはあれなので、今からミッションをしてもらいたいと思います。今からのミッションはこちら。私が今からさゆちゃんの耳にフーします。そしたら、昨日もやったんですけど、さゆちゃんとしのが笑ったのでやっていきたいと思います。はい、それでは30秒間、よーい、スタート。終了。大丈夫？ちょっとしのちゃんにやってみて、試しに。いいよ。しのちゃんダメだ。こちらを今から使うそうです。じゃあミッションいきます。今から TikTok を1つ撮ってもらいます。なんか練習するたびにいつもああこうじゃない、ああじゃないっていうさゆちゃんなんですけど、ここで今から撮ってください。 TikTok、 はい、TikTok を撮るママとやるらしいです。2人でね。はい、では今からさゆちゃんが加工してスタンプをやって、もう早速投稿しちゃいます。なのでもう先に TikTok が上がってるので、この動画を見た時にあああれだったんだって思うかなって思います。はい、はい、さあさあ、お風呂、うん、お風呂、行ってきます。はい、いってらっしゃい。やるの？さゆちゃんゲームやる？やる、本当に。え、でもさ、え、ママやる？喋った。それでは罰ゲームとしてママのこちょこちょになりました。ただいまお時間9時です。よーい、ドン。さっき10円玉落ちてた、そこに。は
日かやってみます。はい、はい、おやすみ。さゆさん、さゆちゃん、もう9時ですよ。さゆちゃん、これで9時なので終了にします。いいよ、もう喋って。あー疲れた。もう筋肉痛。筋肉痛、痛い。昨日のスクワットで、うん、やられた。どう、やっと久しぶりに喋れて。気持ちいい。なんか喉が開通した気がする。はい、ということで今日は喋らないでジェスチャーだけで生活してみました。で、あとこのおしゃべりできるチケットが5分間のやつがあと2個残ってるんですけど、それは今日の朝ごはんの時に使っ10分くらい、最後の残り2つを使ってみんなでワイワイ食べようと思ったんですけど、もう9時になってしまって終わったので使いませんでした。それではまた見てね、バイバイ。はじまにチャンネルの LINE 公式アカウントができました。概要欄にも載せておくので、ぜひ皆さんお友達追加よろしくお願いします。こちらの QR コードも読み取ってね。Twitter、Instagram、TikTok もやっているのでフォローよろしくお願いします。チャンネル登録も押してね。それではまた見てね、バイバイ。